NHK 名古屋放送局の亀滅田なごみキャスターが25日、ウエスタンリーグ中日、広島の試合で、打ち、始球式を行った。写真、ドラ耳姿も輪南見もしたい、81キロ、NHK 女性キャスター中日のユニフォームを着用し、マウンドへ。1年間、練習に練習を重ねて投じた1球は立ち上がった捕手のミットにノーバウンドで届き、球速は81キロを計測した。 NHK 名古屋放送局のマルットに出演している亀ツタキャスターは昨年、名古屋放送局の女性アナウンサー、DJ によるスピードボールコンテストで優勝。中日、阪神、バンテリンドームの始球式にも登板した。当時は86キロを計測し、その後は100キロを目指して練習を積んでいた。毎朝の特訓でブルペンでの投球では自己最速90キロを計測したことも報告。 ただ、本番で最速の更新とはならなかった。亀ツタキャスターは自身のインスタグラムで、結果は81キロ。自己最速にも届かなくて、自分自身はとても悔しいととろ。一方で中日や NHK 名古屋に感謝の思いを示した上で、本当にすごくすごく悔しくて、もう一回やりたい気持ちがいっぱい。笑いまたレベルアップします。とリベンジを誓った。 NHK ホームページではアナウンサーキャスターの紹介欄に加滅たキャスターの自己紹介も掲載してあり、地元愛知県東海市の出身。特技の欄では、ソフトボールのピッチング、中学高校と6年間ソフトボールをしていました、と記述している。磨きをかけた投球フォームにフォロワーからは、ドラユニリンリン C ですね、力強くてすごい、フォームが豪快。真剣に取り組む姿が涙、涙。 81キロはすごいよ、なんか泣けました、などの声が寄せられた。